はい、こんにちは、ジャゴです。今回は、初めの一歩、ファイティング、ソウルの動画なんですが、ちょっとねこれ見て夕方最大10倍超強化ガチャの星5出現率アップと、これねちょっとまあいいことだけどひどいぞ内容はっていう感じがするんだけど、この度より多くのお客様に楽しんでいただくため、健康ガチャ装備ガチャの星5排出率を超大幅アップいたしますっていうか、これ初めが低すぎただけでしょう。現在、0.5% になってるんだけど、健康ガチャのアップ後のラッシュ時確率は 5% 最大10倍にしますっていう風にしてあるんだけど、通常時の星5排出は4倍にアップしております。また、装備ガチャにはラッシュが発生しません。これね星5確率 0.5% だったんだよ、もともと昨日始まって、昨日っていうか一昨日の夜中から始まってね。ただ多分ね低すぎるって文句というかまあ言うよねそれがあったんだと思うんだけど、ごめんね10倍にするわっていうことらしい。でこの変更に伴いスタート時から遊んでいただいているお客様にもよりゲームを楽しんでいただきたく思っておりますため、修正以前のガチャに使用した剣石と同量の剣石をプレゼントさせていただきますということで、これね素材も考えたらね引けば引いただけ引き得なんだよ。石貯めてた人が損してる。だからそうじゃなくてさ、引ける可能性があっても石配んないとこれガチャしてない人が文句言うでしょ。俺だってさこれ13000先導向けにね、ちょっと先導が今ガチャにいないからちょっと取っといて、昨日ね我慢できずに引いちゃったのはね正解だったってことになるんだけど、昨日我慢して引かなかったらこのプレゼント丸々もらえないっていうか、ガチャ引いてない分損してたっていうね。だからねそれもなんかねひどいなと思うんだよねこれ。だからなんかもうちょっと保証の方法なかったのかなっていう気がする、これに関しては。だから修正以前のガチャに使用した剣石と同量の剣石じゃなくて、修正以前にガチャ引ける、そうか、いやでも難しいな。使用した分じゃなくて持ってた分にしない？なんて言うんだろうねこれ。じゃないとだって報酬、でもそっか、そうすると2倍引けちゃうからってことか。難しいな。だから本当に平等にする気なら修正前に持ってた石の分今から引いてもいいけど、その分は修正前の確率だよと、その上で石返ってくるよってしてくれればそれが一番平等な気がする。でも、11月19日の6時以前に回したガチャのみだよっていう風に、お知らせにはなってるので、これはねむしろ今日中に引いたガチャまで対象にして確率の修正は明日だよってしてくれたらそれが一番平等だったと思う。じゃないとこれなんか引かずに我慢してた人が割り食ってると思うんだけど、どうなんだろうっていうね。まあ俺はね、まあ半分損したけど半分得したぐらいの微妙な位置なんだけどね。でもう一つ、先導イベント来ましたと、ジャンゴワイとガチンコの勝負しようや、お前の強さを試したるってことで、先導はなんでガチャに来ないで敵でばっかり来るんだっていうね。でこのイベントに関しては、クリアすると、成長の葉とか進化の像とか、装備メダルとか、限定の称号がもらえますよっていう風になってるんだけど、別に仙道のキャラがもらえるわけじゃなさそうなので仙道使えるようになんないじゃんいつまでもっていうね。まあそのうちね多分なんだろう、他のゲームでいうフェスみたいなので目玉として出てくると予想はするんだけど、なかなかね戦うイベントばっかりで来ないよねっていうね。まあこれに関してはまた別途挑戦する動画はね撮ろうと思うので、今回はねこのぐらいにしか言わないんですが、まあそんな感じでね先導イベントが来たりガチャの確率に大幅な修正が来たりしてますというとこですね。 あと星椎茸に関しては一応集めてるんですが、全然ねこの黄金星椎茸が出ませんというねところかな。
ようやくね昨日鮮度倒すために引いたガチャのおかげで、難しいもね攻略できるようになったんだけど、難しいはねちょっと運ゲーなんだよね。難易度混乱を入れてくるから、混乱の入り方次第では負けちゃう時もあるっていうね。まあでもおそらくね難しいじゃないと黄金椎茸って出ない気がするから、難しいに挑戦はするんだけどねって感じ。難しい攻略すると一応星椎茸7つか高級椎茸1つっていうのは今んとこ出てる。ただそれについてもね確率とかが出てないのはちょっとね、ガチャじゃないから別に確率をね示す必要はないのかもしれんけど、もうちょっと分かりやすくしてよって感じはありますね。はい、というわけで今回の動画はちょっとなんかガチャの修正とイベント新しいの来たよの話とちょっと星椎茸の話ってことで、一旦ね終わりにしようと思います。まあ鮮度についてはまた別途、次の動画でね戦うようにしようと思います。ということで、ありがとうございました。よいしょ。